そうですね。正直なところ、昨シーズンの、J3 の試合を見るっていう機会が、僕自身そこまで多くなかったので、初めての、カテゴリーでしたし、グルージャーの、一緒にやってた選手も、いたので、ムタ君だったりとか、中野真臣だったりとか、一緒にやってた時期もあったので、そういった選手に、J3 のこの特徴というか、もう、シーズン前からキャンプの時にコミュニケーション取って、ある程度話は聞いてたので、そうですね。でも、自分の中では思ったより、その J3 っていう舞台でのサッカースタイルみたいなのもそうですし、チームに対する順応っていうのも、そうですね、今まで、J1、J2 でやってきましたけど、そこに比べては、やっぱり、自分的にも早かったかなって思ってます。そうですね。ムタ君に関して言えば、僕は、今治の時から、同じディフェンスラインに入ってやってたので、僕も、彼のいいところっていうか、ストロングなところも、知ってますし、ムタ君も、ある程度僕の、やりたいことであったりとか、得意不得意っていうのは、理解してくれてると思うので、そこは、なんていうんですかね。正直、阿吽の呼吸みたいなのが、僕自身は結構、あって、4枚の、4バックで、2人でセンターバックしてた時もあったぐらいなので、そこは、僕はあんまり違和感なく溶け込めたかなっていうのと、そうですね。脇くんに関しては、そうですね。今は本当に3人のバランスというか、それぞれがやっぱり、やることっていうのが結構はっきりしてるので、そういった意味で、バランスがいいのかなっていう、そこが、ここ数試合ちょっと失点が続いてますけど、今シーズンのその安定した守備っていうのは、のにつながってるのかなとは思ってます。そうですね。以前ができなさすぎたので、そこに比べると、本当に、成長したなって自分では思いますけど、ムタ君みたいに、そこまでまだ自分のストロングっていう部分にはなってないですし、この先、なることもないとは思いますけど、でも、やっぱり、平均以上はないと、戦えないと思うんで、そこは、本当に身につけたい部分かなと思ってます。そうですね。本当に、直接対決で勝てないと、上がる権利っていうのは多分ないと思いますし、上がってからも結果出せるチームにはならないと思うんで、せっかく昇格するなら、他の J3 のチームにも、やっぱり、ああ、あそこ強かったもんなって思われるぐらいじゃないと、多分、厳しいと思うんで、